ラストレッリ・フランチェスコ・バルト・ロメオ・ラストレッリは、フランス生まれのイタリア人建築家。若くして、ロシア帝国に移り、主として、ロシアで活躍した。バロック後期の建築様式を発展させ、ロシア・バロックを完成させた。冬の宮殿、エカテリーナ宮殿などを建てた。ラストレッリの最後の大きなプロジェクトは、エリザベータ女帝が寄席を送るための、 サンクトペテルブルクのスモーリヌイ修道院であった。計画されていた修郎は、ロシア最高のものとなるはずだったが、1762年、エリザベータ女帝の死により中断された。スモーリヌイ修道院次世代のエカチェリーナ2世は、古いバロック様式を嫌い、ラストレッリを含む年配の建築家を解雇した。彼の画商としての晩年は、はっきりとわかっていない。ラストレッリは、 死の数ヶ月前に帝国芸術アカデミー会員に選ばれていた。スモーリヌイ修道院前広場は1923年よりラストレッリの名がついている。エカテリーナ宮殿冬宮殿ウクライナ迎賓館、ボロンツオフ宮殿。ありがとうございます。